はい、皆さんこんにちは。今日は2019年2月発売の最新トミカの予約情報をチェックしていきます。まずはこれだね、トミカ武将コレクションの2019年バージョンです。タイトルがいざ関ヶ原へっていうタイトルなんだね。これも以前の動画でチェックした内容と同じかな。伊達政宗トミカのホンダシビックタイプ R です。ボディカラーはこれゴールドなのかな。ホワイトとかレッドとかと違ってまた新しいカラーリングだね。で、下の方を見ていくとここだね。で、第1弾は伊達政宗トミカのホンダシビックタイプ R に加えて専用ディスプレイボックスが付属って書いてあるね。今回もディスプレイボックスで全6種類を予定してますって書いてあります。で、このデザインが公開された時にやっぱりこれを見た時にすごく人気になるのかなと思ったけど、やっぱりそうだったね。オモニセブンの方で予約が開始されてかなり早くに在庫切れになったね。今までの幕末トミカとか御前トミカとかよりも人気になりそうなシリーズだね。おそらくオモニセブンの方でも1回か2回は予約が復活するんじゃないかな。あとはインターネットオンラインショップのいい本の方でも予約ができます。いい本の方はまだ予約受付が開始されてないので要チェックだね。で、書店限定トミカなので取扱店舗の制限があるね。こんな感じで全国の取扱店舗の一覧があるのでお近くの書店の方で予約ができるのかな。で、タカラトミーモールオリジナルのトミカプレミアムも予約受付が開始されました。フィアット 500F とこれだね、レクサス LFA ニュルブリンクパッケージだね。これもすごく人気になりそうなカラーリングなので要チェックだね。まだオンラインショップのタカラトミーモールの方では予約受付がされているので、興味のある方はそちらをチェックしてみてください。で、ベーシックトミカの方も要チェックだね。ランボルギーニウルスイエローと初回版のブラックだね。これもいろんな店舗で予約受付が開始されてて、やっぱりこのブラックは初回限定版っていうこともあって品切れが続出してるね。予約状況をチェックしてると最近のフェラーリほどの人気ではないかな。だけど人気モデルであることは確かなのでマークしておきたいね。で、それ以外のこの辺のギガトレーラーハウスとか、トミカワールド、カーゴジェットアナとか、トミカ空港、この辺は通常で買えるんじゃないかな。ラインナップ商品は焦らずチェックするのがいいと思います。はい、今日は2月発売のトミカの最新予約情報をチェックしてみました。で、今回皆さんにお伝えしたかったのがこれだね。トミカ武将コレクション2019の予約がスタートしてすごい勢いで予約が終了していったね。発売されるとちょっと入手がしにくくなるんじゃないかなと思ったので動画にしてみました。で、ベーシックトミカのランボルギーニウルスだね。これも間違いなく人気モデルだよね。で、タカラトミーモールオリジナルのこの2車種も要チェックかと思います。フィアット 500F も可愛くて人気モデルだと思うんだけど、こっちの方が人気が出るんじゃないかな。スポーツモデルっていうこともあって入手困難になるかもしれないです。はい、こんな感じで12月1月といってももう2月の予約がスタートしているので、手に入れたい方は予約の方をチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。